どうも、高井です。知られざる信長、秀吉、家康の本当の実力。このお三方というのは、戦国時代において最終的に天下を取ったお三方ですけど、その時代には、あと二人、他に天才と呼ばれた武将がいたんですね。ところが結果的には天下を取れなかった。最終的に天下を取ったのは信長、秀吉、家康の三人だよね。つまりこの三人が天才だと持ち上げられてるわけです。それを言ってしまえば結果論の罠にはまってしまう。正しい方法で戦っていた天才と間違った方法で結果的に勝ってしまった。そして後に天才と持ち上げられてしまったっていう天下人のお三方は、どうしても歴史を見て教科書とかを開いて、この三人が最終的に天下を取ったんだよっていうと、じゃあその三人のことを学んで、それでパクったり実践したりしてればいいよね。その三人学べばいいよねって思ってしまう。それはさすがに間違ってんじゃないのっていうのは、この本の趣旨だと思うんですけど、内容をこちらにまとめました。これから読み上げていきます。ぜひともこのまま引き続きご視聴ください。よかったらグッドボタンお願いします。織田信長は天才的な革命家。当時の常識にとらわれず、目的にかなった方法を採用している。勢力範囲の拡大には、経済的な要因が中心に考えられていて、国力を増やすためであれば、両国経営よりも、より経済的に美味しい場所へ勢力圏を押し広げていく発想でした。今自分は持っていないものを、持っているところを併合していけばいいという、今でいう M&A のような考え方です。合戦での信長の特徴は、とにかく相手より多くの兵を揃え、一点に集中させて撃破していくやり方です。兵を多く集め工夫なら皆しているだろうと思われるかもしれません。武田信玄もすごく工夫しています。しかし、信玄と信長は発想が違います。信玄は単位面積あたりの兵力を多く集めようとしました。国を豊かにして、農村余剰人口を多くし、合わせて農民を共同体に組み込む方法です。信長は領土を増やせばいいというわけです。その領土の増やし方も、ローリスク、ハイリターンの信玄たちがいい、ハイリスク、ハイリターンです。信玄は信長を評して、信長は一旦奉仕と城を解いて撤兵したり、国境復帰の古城の落城は意に介さず、退却なども平気で行い、その反対に重要な合戦では、太平を集めて確実に勝利し、両国を広めていく方法をとっていると言っています。信長は強大な兵力を手に入れるまで、人生の実に半分を費やします。家中が言うことを聞かないので、オバレの表情に苦労しながら、美濃を取りに行くまでが信長の全反省です。軍事に関しては、大軍に戦略なしとよく言ったもので、本物の軍略家の武田信玄や上杉謙信と対陣するとひどい目に遭うことになるのです。武田信玄、上杉謙信との対陣は、信長の生涯で一度きりです。できるだけ喧嘩をしないように心を砕いています。駿河の今川義元を撃った後には、自立しつつあった徳川家康と同盟関係を作ります。甲斐の武田信玄との間に干渉地帯を作りつつ、養女を嫁がせて隕石関係を結びます。武田氏の向こう側にいる越後の上杉謙信に対しては、よく贈り物をして友好関係を結んでいました。信長の勢力範囲が拡大し、政治的な環境が信玄や謙信との関係維持を許さくなっていった時も、信長の戦い方は変わりません。豊臣秀吉は城攻めの達人。一の身の子から身を起こして信長に仕え、最後には天下を取った豊臣秀吉は、軍事的な才能で言えば、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康のうちで、唯一の軍事的天才です。信長の下で多くの合戦に従軍し、自分の領地、城、兵を持つようになっていた秀吉は、城攻めの達人です。城攻めについては日本一かもしれません。省略で敵方の上昇を寝返らせる工作も巧みでしたし、何よりも苛烈な兵糧攻め、水攻めで知られています。秀吉の軍事的天才性は、大軍の運用に秀でていたことです。大きな兵力で一つのまとまりにして動かすには、現代に比べて通信手段も極めて限られている時代ですから、工夫が必要で難しいものです。撤退戦や目標変更など、対面した敵に背中や横腹を見せるときには、隊列が崩れやすく、敵の攻撃に対して脆弱になります。信長の撤退戦で
特に知られている越前の朝倉攻めの時、一度目の攻略に失敗して撤退する時に秀吉の手腕がかかります。敵の追撃をまともに受け止める心外だった秀吉は、犠牲や損耗を少なくさえ信長の兵を連れて帰りました。また信長が本能寺で討たれた時の大返しもよく知られています。徳川家康は暴虐の達人、織田信長による勢力拡大の事業とともに、その前半生を送りました。三河岡崎城主、松平家の嫡子として生まれながら、幼い頃から人質として、織田家今川家に身柄を預けられて育った家康は、信長桶狭間合戦で今川義元と戦った時には今川で戦っています。この時、数え19歳の若者です。桶狭間合戦後の今川家が弱体化する中、家康は岡崎城主として自立の道を歩みます。この時に織田信長との間に同盟関係ができました。以来信長が本能寺の変で応死する前の21年間、軍事同盟が続きます。この長きにわたる同盟関係は、戦後時代にあっては奇遇な期間が続いたもので、お互いの利害関係がそれだけ長期にわたって続いたから。信長は甲斐の武田信玄が尾張の直接的な脅威とならないように、緩衝地帯としての三河を必要とし、同様に家康も独立を保ち、再び強力な勢力に飲み込まれないために、信長の助成を欲したのです。家康は信長の同盟国として機能し続け、信長と秀吉の亡き後はその子孫らにとって代わり、最終的に264年にわたって続く安定した時代を築き上げました。しかし軍事的には凡庸です。特徴的なのが天下分け目と言われる関ヶ原の合戦です。東西両軍の布陣だけを見れば、豊臣の西軍が勝つように見えるほど戦は下手だったのです。信長と共に戦った時代も何度も敗退の浮き目を見ています。家康に突出していたのは謀略です。まだ家康が若い頃、信長から桃を送られてきました。旧暦下月ですから、現在の12月頃のことです。家臣がどんな術を使えばこうしたことができるんだと騒ぐ中、家康は何かの原因があってのことで、それはもしかすると人間だって悪いことかもしれないと言って、すべて家臣に渡してしまいます。それを聞いた武田信玄は、大きな立身を心がかり、身の養生をもっぱらとし、無用のものを食したまわぬと見えたり、と評しました。信長の本質を見抜いた孫子の学徒、信玄からすれば、面白くもない家康という人物の内面が実は大使に満ちていることが分かったのです。また、家康は大坪流の馬術の名手だと言われています。ところが、天正の小田原攻めに参加した家康は、川にかかっている橋を渡るとき、わざわざ馬から降りて、家臣の背におぶつかって渡ったそうです。別に人に見せるために馬術を学んだのではなく、戦場で馬を疾走させたりして生き残るために学んでいるのですから、冒険は不要ということです。そこまで40分回と、大抵は慎重ゆえに大業をなすに至らないものですが、家康は暴力を操る高い能力を得ることになりました。チャンスと言われたならなれば一気に動きますが、それまではひたすら慎重に着実に準備を進めておく。家康には政略家特有の慎重さがあります。そして利益をもない冒険を好まない。そして家康は人一倍健康に気を使った。長いこそが人生の勝敗を分けるという考え方は、人生50年の信長とかは対照的です。信長、秀吉、家康の本当の実力。ナポレオンとは比べくもない、信長、秀吉、家康。信長、家康は軍事的天才ではなく、秀吉も野戦軍士官としては人並み。海軍戦略や兵隊供給源については無知という結論。そもそも秀吉は途中まで組織の中で台頭した人ですから、最初から領土を持った独立した戦国大名であったらどこまで成功したかもわかりません。信長、秀吉、家康は名将と評価されることが多い。ナポレオンと比較しても評価低いものになります。実はナポレオンも一般に言われるほど軍事的天才ではありません。アスペルの合戦、ライプチヒ合戦、ワーテルオー合戦のように負け戦さで起き、アイラー合戦はよく一手引き分け、ボロジノ合戦やワグラム合戦は勝つには勝ってますが、ナポレオン側の死傷者が多くて干渉とは言い難いものがあります。リュッツェン合戦、グロス合戦、グロッシェン合戦、バウツェン合戦は
いずれも半分ほどの兵力の敵に対する戦いなのに、損失はナポレオン側に2倍とあられ様です。特にマレンゴ側さんいただけません。不利を承知でマレンゴに突入した無謀さは、損失的視点からは批判されることすれ評価されないものです。それでもナポレオンが勝利したのは国民軍を率いているからです。ナポレオンはフランス革命の成果を一手にしていたのです。それが国民軍です。ナショナリズムを生み出した安価で命知らずの大軍がナポレオンに与えられ、少ない制約で思うがままに行動できたのです。戦略や戦術は単にそれを考え出す頭脳だけでなく、実行に移すための組織が必要なわけです。ナポレオンを好んで使った突撃渋滞は彼の方が活用したのであり、ナポレオンの独創ではありません。既に出来上がっているものをうまく利用しただけです。軍隊の機動性については、ギベールが確立した方式の応用があって、これもナポレオンの独創とは言えません。ナポレオンは近代において、軍隊として理想的な命知らずの大軍を与えられたために、頭の中で思い描いたことを実行に移すことができただけに過ぎません。しかしナポレオンは、己が率いる国民軍の利点をフル活用するぐらいの力量があったのです。数学的に地形と兵数からどのように戦いを進めるかについて、戦術的に考えることは得意です。大軍を集めても勝てないのは無駄や、盛況な軍隊を率いていても、平凡な戦い方しかできない家康よりはずっと上です。信長は生き急いだ革命家。織田信長は天才的な革命家です。ただし革命軍の創設はしていませんから、革命家としての資質は軍事以外の部分です。当時の常識にとらわれず、目的に応じた方法を採用していたことが信長の強みですが、合戦での信長の特徴は力押しです。信長の兵は決して強くありませんでした。だから大軍で敵を押し潰していくやり方になります。目的合理性、有効性の追求こそが信長の一生を象徴する思考方法です。しかし信長は軍的才能は甘えたくはありません。兵数が多い方が勝つという大軍に戦略なしという考え方です。秀吉はポピュリストだった。現代では切れ者程度で終わる信長に対して、現代においても出世しそうなのはやはり秀吉でしょう。秀吉の人心掌握力は群を抜いています。秀吉の言葉は無意味な表情や軽薄なポエムではなく、まさに相手の心を掴んで離さないものです。それはヒトラーの雄弁というよりもヒューイ・ロングのポピュリズムに近いものがあります。ヒューイ・ロングはフランクリン・ルーズベルトのライバルとして大統領候補となった政治家で、キングフィッシュとあだ名されていた人物です。アメリカ史上最も危険な人物扱いされていますが、現在でもルイジアナでは絶大な人気だということです。もともとはルイジアナ州の農民の10人兄弟6番目の子として生まれ、素行不良から高校を中退し、営業として働いたという経歴持ち主です。セールスマンとしてかなりのやり手で、そのまま行っても成功したのかもしれません。秀吉とロングの共通点は、戦略というよりも戦術です。人の心をつかむ話術、民衆に対して語る言葉の効果です。ロングは選挙になった時、深夜に農家などを特別訪問しました。特別訪問された側は、候補者自らが訪ねてきたことに気を良くします。何しろロングの対立候補なんて、顔も知らないお高い人のようなのです。そしてロングは相手の悩み事や相談事に耳を傾けました。ロングはいつも聴衆に分かる言葉で訴えています。自分の名前さも書けず、文字のほとんど読めない無教養な人々の前で必要なのは、論理の分かりやすさと目標の明確さです。自分は皆さんと同じですということは、ヒトラーが演説の切り口として、自分が無名の戦士として第一次世界大戦に従軍していた時のことから、静かに話し始めることに似ています。しかも笑いとエピソードも演説の端々に織り交ぜられています。わかりやすく民衆の一人としてジョークを織り交ぜて話しながらも、ロングは時折無教養な民衆が理解できないような高度な話を少しずつ含まれました。ロングは民衆の一人でありながらも救えた質を持つ、まさに民衆のリーダーとしてイメージ付けました。秀吉も大衆心理の把握の仕方がよく似ています。秀吉も自分が百姓の生まれであることを隠したりしません。それどころか百姓出身であることを強調したのです。可能性すら封印した慎重な家康。家康は自信過剰にならないという特質がありました。ひたすら慎重かつ着実に切るのが徳川家康です。家康の慎重さは長生きしてチャンス到来を待つことに結びつき、そのためには冒険をせずに健康に気を使うことを日々心がけたのです。毎日麦飯を食べ、漢方の講演もありました。日々の努力の中には自分のイメージ作りもありました。決してカリスマ的な英雄を印象づけるのではなく、誠実で慈悲深い風を装っていました。
しかし勝者になった時にはかなりえげつないことをする。感情に任せて残酷なことをするようなことはありませんでした。不愉快に思っても忍耐するというのも家康の特徴です。家康が残酷なことをするのはあくまで政治的な計算にのっとってでした。とここに信長秀吉家康の特徴をまとめてみましたけど、かなり歴史的にもらえているところってあったので、それを払拭してくれるような内容だと思います。皆さんも一度この内容ですね、どういう風な才能があってどんな人だったのかっていうことを知る上でも貴重な一冊だと思うので、ぜひ一読していかがでしょうか。チャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。